それでは、ただいま1位の定例記者会見を始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。まずはじめに数点について私の方から皆様に報告をさせていただきたいと思います。まず皇太子殿下の行啓並びに皇室の皆様のおなりについてご報告をさせていただきます。皇太子殿下におかれましては、来る11月1日土曜日から本県で開催いたします東日本大震災復興支援第14回全国障害者スポーツ大会長崎がんばらんば大会開会式にご臨席をいただき、合わせて本県の地方事情をご視察される旨、本日宮内庁から発表されたところであります。皇太子殿下のご来県は平成21年10月の第33回全国育児祭以来5年ぶりであり、誠に喜びに堪えない次第であります。ご日程は10月31日金曜日から11月2日日曜日までの3日間のご予定で、この間全国障害者スポーツ大会の開会式にご臨席を賜り、佐世保市でアーチェリー競技、バレーボール競技をご覧いただきますほか、大村市では社会福祉法人光と緑の園、波佐見町では養魚技術センターをご訪問されるなど、県内事情をご視察いただくこととなっております。長崎がんばらんば大会への皇太子殿下のご来県は、選手役員はもとより長崎県民にとりましても大きな励みになるものと考えております。また本日国体障害者スポーツ大会期間中における皇室の皆様のご来県についても発表がありましたので、合わせて報告をさせていただきます。秋篠宮同妃両殿下におかれましては、10月21日から22日の1泊2日のご日程で長崎市、諫早市、大村市をご訪問され、国体閉会式にご臨席いただく予定であります。三笠宮家彬子女王殿下は、10月16日から18日までの2泊3日のご日程で佐世保市、平戸市、松浦氏をご訪問いただき、三笠宮家陽子女王殿下には10月18日から10月19日までの1泊2日のご日程で川棚町、大村氏、後藤氏をご訪問いただく予定になっております。また高円宮妃殿下は10月16日から18日までの2泊3日で諫早市、島原市、雲仙市、南島原市をご訪問いただく予定であります。また常陸宮同妃両殿下は、先に発表をさせていただきましたとおり、10月13日から14日までの1泊2日のご日程で大村市、長崎市をご訪問いただく予定となっております。このようにがんばらんば国体、がんばらんば大会期間中に多くの皇室の皆様方が県内各地をご訪問いただきます。いよいよ明日からは天皇皇后両陛下のご来県を賜ります。平和公園でのご供花、総合開会式へのご臨席やフェンシング競技のご覧など、県内で2泊3日をお過ごしいただくこととなっております。台風の影響が心配されるところでありますが、皇室の皆様方のこの度のご来県を県民の皆様方とともに心から歓迎申し上げ、ご来県がつつがないものとなりますよう万全を期してお待ち申し上げたいと考えております。それから2点目でありますが、内村航平選手の世界選手権5連覇についてご報告をさせていただきます。
この度中国南寧市で行われている第45回世界体操選手権大会において本県出身の内村航平選手が前人未到の個人総合5連覇を達成されました。心からお祝いを申し上げます。世界で活躍する内村選手の姿は県民に大きな夢と感動を与えてくれており、心から敬意を表するとともに深く感謝を申し上げております。開幕まであと2日となりました長崎ガンバナンバ国体にも過密スケジュールの中、チーム長崎の一員としてご出場いただくこととなっております。ふるさと長崎の地で内村選手の美しく力強い演技を存分に披露し、地元国体を大いに盛り上げていただきたいと願っております。内村選手が成し遂げられた快挙を心から称えますとともに、今後の世界選手権やオリンピックでのさらなるご活躍を大いに期待をいたしているところであります。次に、ラグビーワールドカップ大会についてご報告をさせていただきます。2019年に日本で開催されますラグビーワールドカップでの開催地に長崎県として立候補することといたしました。試合会場は諫早市の県立総合運動公園陸上競技場を予定いたしております。立候補をする理由の1点目は、世界三大スポーツイベントの一つでありますラグビーワールドカップに立候補することで国内外に長崎をアピールすることができ、今後の東京オリンピックのキャンプ地誘致や大型スポーツイベントの開催等にもつながることが期待されます。また2点目といたしましては、このような世界的規模の大会では世界中から観客が訪れ、試合観戦と観光を楽しみながら平均20日間程度の比較的長期の滞在をされるとお聞きしております。開催土地に選ばれますと、国内外から延べ4万人を超える皆様が期間中に本県を訪問され、最大22億円の経済波及効果がもたらされることが期待されております。誘致に向けて課題はありますが、国体開催を契機に本県スポーツへの機運が高まってきているところであり、この機運を国体終了後も絶やすことなく、引き続き本大会の誘致活動に取り組むことで今後につなげることができるのではないかと期待をいたしております。続きまして、電子書籍ポータルサイト長崎 e-books による情報発信についてご報告を申し上げます。お手元に資料を配布いたしておりますが、今月1日から県が発行する冊子やパンフレット等を新たな広報媒体として電子書籍ポータルサイト長崎 e-books に掲載し、本県の魅力や行政情報を県内外に発信していくことといたしました。この長崎 e-books は県及び県内市長が発行する広報誌をはじめ、観光や物産のパンフレット及び防災医療といった行政サービスなどを電子書籍として集約し、長崎県内の魅力を無料で閲覧いただける地域特化型の情報発信媒体であります。現在県と県内の11市町の広報誌など、これは10月7日時点での冊数でありますが、59冊が掲載されており、県からも30冊提供させていただいているところであります。またこの長崎 e-books にはあさってから始まります長崎ガンバランバ国体のガイドブックや総合プログラムも提供しておりますので、
県民の皆様方はもとより本県にご来県いただく皆様方にご利用いただくことで国体期間中の長崎での滞在時間をより楽しんでいただけるものと考えております。今後とも長崎県広報戦略に基づき市長や民間企業などとも連携をし本県の魅力を積極的に県内外に情報を発信してまいりたいと考えているところであります。以上、冒頭私からの報告をさせていただきました。あとはどうぞよろしくお願いいたします。はい、ラグビーのワールドカップの件で、今回立候補するということで、私どれぐらいのところが立候補しているのかってわからないんですけども、そういった中でですね、その長崎県が特に、開催地となることによって、いいことがあるというそのアピールポイントというのは特にどういったところをこう打ち出していこうかなというふうに考えていらっしゃるのか。やはり、大変素晴らしい競技場が出来上がりました。新しい競技場でありますし、ただ一つ懸念されますのは収容人員が2万人ということで、片方収益性もまた重視される観点がありますので、そういった中で、選定を目指して頑張っていかなければいけないと思っております。そうした活動の中で、本県の情報を幅広く発信していく機会にもなってくるのではなかろうかと。そしてまたこうした取り組みを積み重ねることによって、将来のさまざまなイベントのキャンプ地誘致などにも有利に活用できることになるのではなかろうかと期待をいたしております。別のことについてお聞きしたいんですけども、2点あってですね、1つが、諫早湾関係の話ですけども、はい、国の方が、農水省の方が、4県の協議の場をということで、提案されましたね。で、通常だと、10月に、行われているというふうに聞いてますけど、もう今の時点でですね、県の方に呼びかけが新たにあったのかということと、改めてなんですけれども、望むですね、姿勢というのをですね、教えていただければと思います。すでにあったのかどうかは分かりませんけれども、さほど遠くない時期に具体的な場が設けられるものと思っております。基本的な本県のスタンスはこれまでも申し上げてまいりましたとおり、有明海再生のための協議の場と理解をいたしておりますので、これまでも国の姿勢として開門問題には触れないと、そのために既存の組織を活用して4県が共同した取り組みを進めていくと、そういった協議の場にしようということでありますので、そういう前提で参加をさせていただきました。これからも積極的に有明海の水産資源の回復のために力を合わせて取り組んでいかなければいけないと思っております。分かりました。もう一つ別ですけども、長崎市の方で、県の方にも支援を、協力を求めてきたその毎日ですね、あれが本会議の方で、否決されたということになりましたけども、その点でですね、またその後市の方から改めて改めて協力要請というのがあったのかということと、このことについての知事の受け止め方というのも教えていただければなと。その後 のご要請等は改めていただいておりません。この間構想を検討する過程の中で、県もさまざまな形で、側面的な支援、これはもう財源の調達手法でありますとか、さまざまな制度の活用等について協力できる場面があるのではないかということで対応してまいりましたけれども、最終的には財政支援等のお話はございませんでした。ただそういう中でやはり
県の財政的な支援、これ県議会でも業議論をいただいたところでありましたけれども、なかなか本県の厳しい財政状況、あるいはまた他の施設の関連等を考えると難しいんではないかと、こう考えてきたところであります。で、まあ、そういった状況の中で最終的にはやはり長崎市の議会を含めたご議論の中で、一定方向性をお出しになるべき課題であろうということを申し上げてきたところでありまして、そういった形でご議論の結果あのようなことになったのではなかろうかと思っております。IR の関係でですね、今国会に提案されている法案が法案を取りまとめた議連が日本人の利用規制については別の法律で定めるような修正をする動きを見ておりますが、まあ、見方によっては外国人専用のカジノが国内で先にできるということもあるでしょうし、あるいは一方では日本人の賛否があるカジノ利用の議論も先送られているという見方もあるわけですが、誘致を目指す県としてはですね、こうした現在の動きについてどんなふうにご覧になっているんでしょうか。もともと IR 構想が論議されておりました段階で、そういったことも選択肢の一つとして検討されてきた経過があるんではなかろうかと思っております。でもちろんIR 統合型リゾートを整備するに際しさまざまなメリットデメリットがあると思いますけれども、そのデメリットの中で私どもも一番気になっておりましたのがギャンブル依存症の問題等があったわけでありまして、まあ、一定海外のそういった IR 施設等の現状を踏まえ厳正な対応策を講じることによって対応可能だというようなお話も聞いてきたところでありましたけれども、我が国は海外と比べてギャンブル依存症の割合が高いというようなこともあり、そういった方向性も検討されているのではないかと思っております。ただまあ国内客が想定できるかどうかということは IR 構想の組み立てそのものにも大きな影響を与えることではなかろうかと思いますので、これからの論議を見極めながら構想の具体化について検討をしていかなければいけないと思っているところであります。どうぞ。新聞の力丸です。2点お伺いしたいんですが、まず1点目がですね、佐世保市 の, 同級生殺害事件の関係でお父さんが亡くなった、加害者のお父さん、逮捕された少女のお父さんが亡くなったんですが、そのことがですね、県がこれからしようとしている検証にどんな影響を与えそうかというところを教えてください。本来であれば、これからさまざまな検証作業を進めていくわけでありますけれども、原因さまざまな要因等について事実が解明され、それに応じた対応策を検討していくというのが一番望ましい形ではなかったかと思っておりますが、まあこのような結果になってなかなか難しい状況になりつつあるのかなと思っているところであります。ただまあ議会でも申し上げたとおり大変痛ましいことであり、二度とこういうことが繰り返されてはならないという強い思いで今後の対応策等について検討を進めていかなければいけないと思っております。もう一点なんですが、ラグビーワールドカップの件で、先ほどのお話のちょっと繰り返しになって申し訳ないんですけれども、県として、今後その、情報とか発信していく材料になるっていうのは分かるんですけれども、選ぶ側から見てですね、長崎県を選ぶメリットがどういうところにあるかというところをもうちょっと詳しく教えていただきたいんですけど。そうですね、非常に
コンパクトで観客の皆様方も安心してご覧いただける、それぞれの観客席に屋根まで、設けた素晴らしい競技場であるというのは売りになるんではなかろうかと。それと先ほど申し上げましたように競技のみではなくて、大体20日間ぐらいの日程で周辺観光地にお出かけいただくような行程でおいでになられるということでありますので、そういったゆっくりと地域の魅力を堪能していただく機会がふんだんにあるというのは他県には決して引けを取らない県であると思っておりますので、そういった点に着目していただければありがたいと思っておりますが、ただ一方で先ほど申し上げましたように収益性を考えたときに観客数が大きなその重要な要素になってくるところでありまして、相対的に手を挙げておられる団体の施設と比べますとなかなか規模的に小さいなと、これはもう苦戦を強いられる面もあるんではないかという思いもいたしております。どうぞ。ラグビーワールドカップについて、競っている自治体、県としては現時点で何自治体ぐらいあるということを、今の時点でですね、他県の状況等を大雑把に把握いたしておりますが、大体20自治体程度あるんではなかろうかと思っております。ワールドカップ誘致については大会の実行委員会から天然芝ですね、はい、の利用を用意するようにという、条件があるかと思うのですが、この県立総合運動公園はその規定よりもやや足りないと、その点はどのようにクリアされたいのかというのが1点、そして数億円単位といわれる運営の地方協力金ですね、地元負担金、これへの対応はどのようにお考えでしょうか。まず天然芝の話なんですが、現実的に伊佐谷の競技場でそのフィールドを拡張するために天然芝を張るということになると、これは相当の期間と費用が必要になってきますし、そうなるとご承知の通りビフアレン長崎 のホームスタジアムでありますので、そちらに対する影響も考えないといけない、したがって人工芝を前提にして、ご検討いただく必要があるんではなかろうかと考えております。それからさまざまな費用負担でありますけれども、これはまだまだ財源的な枠組み等が明らかになっておりませんけれども、例えば中央において宝くじ収益金等の有効活用等についてもお願いしていかなければいけないのではなかろうかと思っているところであります。今回のこの運営、収益見込まれる最大の収益は22億円、経済効果は22億円ということですが、一方で運営費はどのくらい見積もっていらっしゃるんでしょうか。ですね、開催地分担金としてこれは2億円ぐらいですか。それからその他に地元市としてさまざまなお客様をお迎えしてまいります。そういった警備関係、輸送関係等費用負担を考えますと、大体2億5000万くらい想定されるのかなとこう思っておりまして、決して小さい額ではないなと思っております。で、4億5000万円程度を、必要経費と見込んでいると考えてよろしいですか。大雑把な段階ですけれども、現時点ではそういう状況です。天然芝につ
で補足ですけれども、現在のフィールドにその人工芝足りない部分を張るという考え方。そうです、はい、まあ、人工芝で対応するということになると、その部分だけまあ、トラックを若干削らないといけませんけれども、短期で対応できる、費用も軽減できるということで、そういう前提で考えております。チームの北島と申します。長崎がんばらんば国体が12日に始まりますけれども、大会前の自主競技で現在、まあ、天皇杯には37位ということで、話されていました県選手団の目標と、まあ、県選手団に対するエールを考えているんですけれども、まあ、自主前競技、西夏樹選手をはじめ、大変頑張ってくれたと思っております。その、成果もありますので、本大会では天皇杯皇后杯を獲得できるように、チーム長崎一丸となって、取り組んでいただけるものと思っております。これまで長年かけて競技力向上対策等に取り組んできたし、また各選手の皆さん方も自ら汗を流し涙を流しながら一生懸命頑張ってこられた、その集大成が今回のこれからの長崎がんばらんば国体になり、またがんばらんば大会になりますので、思う存分日頃の練習の成果を発揮していただければありがたい。そしてまた県民の皆様方もぜひ会場に足を運んでいただいて、めったに見られない素晴らしい競技をご覧いただけるチャンスでありますので、本県選手団を大きな声援で励ましていただければありがたいと考えているところであります。すみません、 NCC の西山と申します。すみません、最初に戻ってしまうんですけれども、内村選手についてですね、改めて知事の口から期待の方をお伺いできればと思います。こういう素晴らしい成果を残されたということに対してまずお祝いを申し上げたいと思います。まあ、これも本当に日頃の練習精進の結果であろうと思っているところでありまして、県民の皆様方に大きな夢と感動を与え続けて来ていただいているわけでありまして、深く感謝申し上げたいと思っております。これからもオリンピック世界選手権、継続して活躍していただけるように大いに期待をいたしております。それからまたこれからの国体でも本県の代表選手として出場をしていただけるということでありがたく思っております。まだまだ十分に疲れが取れる機会はないのかもしれませんけど、まずは休養をしていただいて、全国民の皆さん方に素晴らしい演技を見せていただきたいなと思っているところであります。はい、どうも、長崎新聞の町です。世界遺産の関係なんですが、産業革命遺産のイコモスの調査が終わりましたが、知事としてご感想をお願いします。イコモスの調査をお迎えするにあたっては、各国、長崎市、県、そしてまた三菱重工さんとも十分な打ち合わせ等を行い、お迎えをしたところでありまして、現場での説明等については比較的順調に説明をさせていただき、ご理解いただけたんではないかと思っておりますが、ただ、まあ、総体としての産業革命遺産でありますので、これからまた追加資料等も求められてくるんではなかろうかと思っておりますので、そういった面が出てくるとすれば、引き続き適正に対応していかなければいけないのではないかと思っております。調査の中で、軍艦島の、居住施設の問題ですとか、あるいは、稼働資産の保全ですね、
まあ、そのあたりについて何か調査員から、まあ、指摘があったのかどうかというのは。実を言うと個別の内容については承知しておりません。これは県は聞いてる、あ、今日は来てるかな。はい、そこまでの報告も上がってきてないところであります。どうぞ。先ほどの話題を提供してですが、ワールドカップ、ラグビーワールドカップ本県開催に向けた成功に向けた自信というのはどれほど現れるんでしょうか。どういった根拠を持って。まあ、そのお話を聞くと各ブロックに分けて競技会場が選定されるというお話を聞いてまして、収容人員の割り状況から見るとこれなかなか厳しい面があるんではないかと思いますが、まあ、本県開催が可能となるように全力で努力していかなければいけないと思っております。まだまだ賞賛がどのくらいかというのはこれからの課題ではなかろうかと思っております。努力をこれからしていこうというふうに思われてますか。競技団体等がありますので、そういった関係者に対する本県競技場のアピール、ぜひ誘致運動等は適正に行っていきたいと思っております。どうぞ。はい、第2島田です。もう一度国体のことに戻りますが、もういよいよ本当に準備に準備を重ねて始まりますが、先ほど台風というお声がありましたが、今ああいう状況です。あれを遅れての今のお気持ちと、それからどんな準備でどんなふうにここを乗り越えてできるのかっていう知事なりのお考えを聞かせてください。まあ、台風は他の地域の皆さん方には悪いけれども、少し早めに東向きに進路を変えてくれないかなと願っております。まあ、天候とまずは大会期間中事故等がないようにということを一番祈っているところでありますけれども、数多くの皆様方が長崎に足を運んでいただく機会でありますので、ぜひ県内各地に足を伸ばしていただいて、さまざまな本県の魅力、歴史や文化、自然や食、そういったものを堪能していただき、そしてまた、おもてなしの心に触れていただいて、よかったなと思っていただけるような大会にしていきたいと。まあ、そのためにボランティアの皆様方、幅広い県民の皆様方も積極的にお取り組みをいただいてきたところであり、何としても無事大会を終えることができるように全力を尽くしていかなければいけないと思っております。今のような進路だとしても対応は大丈夫、いろんなことも含め一部競技に若干影響がある分があるかもしれませんけれども、しっかり、個別の対応を進めることで乗り切っていけるのではないかと思っております。ありがとうございますでしょうか。内容ですので以上で、どうもありがとうございます。